2014年世界フィギュアスケート選手権は2014年に日本で行われたフィギュアスケートの国際競技会。日本での開催は2007年世界選手権以来7年ぶり。2013から2014年シーズン開催の世界フィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が2014年3月24日から30日まで日本、 埼玉市の埼玉スーパーアリーナで開催され今回で104回目を迎える。当該シーズンはソチオリンピックにてフィギュアスケート競技が開催されており、先立って行われたソチオリンピックフィギュアスケート競技でのメダリストうち、男女シングルでは6人中4名、ペアとアイスダンスでは6組13組が欠場した。男子シングルは羽生譲が優勝。 グランプリファイナル、オリンピック、世界選手権の3大会を1シーズンで制すのは、アレクセイ・アグディン以来2人目。町田ジュア2位。世界選手権初出場で2位は、日本男子シングル選手の中で最高位となる。また、世界選手権男子シングルで、日本人選手が1、2フィニッシュは、史上初。ハビエル・フェルナンデスが2年連続で、銅メダルを獲得。 女子シングルは、浅田真央が4年ぶり3度目の優勝。ユリア・リプニツカヤは、初出場で、銀メダル、カロリーナ・コストナーは4年連続6個目のメダルを、獲得した。ペアは、アリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコービー組が2年ぶり5度目の優勝。8年連続のメダルは、イリーナ・ロドニナに次ぐ記録であり、同一のパートナーによるメダルでは、リュドミラ・ベルソワ、オレグ・プロトポポフ組に並ぶ。 歴代1位の記録である。2位は、初出場のクセニアストルボア、ヒョードル・クリムフ組。3位は2年連続で、メーガン・デューハメル、エリック・ラドフォード組だった。アイスダンスは、アンナ・カッペリーに、ルカラノって組が、イタリアのアイスダンス選手としては13年ぶり2組目の優勝。ケイトリン・ウィーバー、アンドリュー・ポジェ組が、 初の銀メダル、引退を撤回して出場したナタリー・ペシャラ、ファビアン・ブルザ組は2年ぶり2つ目の銅メダルを獲得。上位3組は0.06点差にひしめくコンと、なった。前回大会の結果を受け、今大会において、複数出場枠が与えられた国は、以下の通りである。出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟が、 認める大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方で、クリアしていなければ出場ができない。男子シングル表彰式でのハブと、町田男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子、シングルメダリストペアペアメダリストアイスダンスアイスダンス、メダリスト。ありがとうございます。